正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやる。小さな頃から優等生、気づいたら大人になっていた。ナイフのような思考回路、打ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい。憧れから購入するレイデイ、それもそうか、他人の流行は当然の派、経済の動向も通勤時期、純情の精神で入社しは仕方がいいな、どうでもルールです。Get out!